火薬継承は、1774年9月1日に、イギリス領マサチューセッツ湾直轄植民地総督、トマス・ゲージの命により、イギリス兵がボストンに近い火薬庫から火薬を除去した、ことに対する大衆の反応である。血が流されたという噂の中で、イギリス兵の動きに反応して、警告が遠くコネチカット植民地まで田園部を、広がり、戦争が近いことを恐れた。 アメリカの愛国者たちが行動を起こした。これは後に誤った警告だと分かったが、この火薬継承によって、政治や軍事の指導者たちが先を見据えて慎重にことを運ぶようになり、実質的に7ヶ月後の歴史トンコンコ行動の戦いにとっては、舞台稽古の役目を果たした。さらに、武器。 火薬など軍事物資の統制をめぐって、イギリス軍は武器庫を直接の支配下に置こうとし、アメリカ愛国者側は自分たちが使うために、それらを確保して置こうとしたので、双方の動きが紛争の火種になった。1772年、イギリス領13植民地の多くの人々は、ガスペイ事件などイギリスの不人気な行動に反応して、通信委員会を形成するための選挙を行った。 このことで、植民地間の正式な対話が生まれ、よそで起こっている出来事にも気づくようになり、行動の協調が取れるようになった。例えば、茶法や耐えがたき諸法などイギリスから植民地へ押し付ける不人気な法制の執行に対して、植民地の反応を調整する役割を果たしたことだった。マサチューセッツ湾植民地の植民地人は、イギリス正規軍の行動に対して、 軍事的に調和の取れた行動を起こすまでに至ってはいなかったが、我々の生命や財産をかけて、ボストンを支持するという声明が作られた。この頃ボストン港は1774年のボストン港湾法の下で閉鎖されていた。トマス・ゲージ将軍は1774年5月にマサチューセッツ湾植民地の軍政府長官になっており、ボストン茶会事件に対応して、 イギリスの議会が法制化し、大変不人気だった耐え難き処方の執行に当たっていた。戦争の勃発を避け、愛国者多数派とロイヤリスト少数派の間に平和を保つために、ニューイングランドにある倉庫や武器庫から、密かに軍需物資を移動させておくのが最善の道だと考えた。ゲージはこの作戦が漏れれば部下が武器庫に達する前に、 愛国者の同調者たちが確保あるいは陰徳してしまう結果になることを恐れたのでこの任務を秘密にしておくことは最優先事項だった植民地の中にはイギリス軍が物資を蓄えていた場所がいくつかあったこれらのうち小さな守備隊が守る砦となっているものもあったが他のものは単に鍵がかけられた火薬庫に過ぎなかったここに置かれている火薬の大半は 植民地知事の統制下にあったが、個々の町の資産である場合もあった。ボストンの金剛では、当時チャールズタウンの一部であり、現在では、サマービルのパウダーハウススクエアとなっているところに、鍵付き倉庫があり、植民地民兵隊の指導者かつ知事に指名されたもので、あるウィリアム・ブラッドルが統制していた。ブラッドルは、ロイヤリストや、 愛国者のどちらかを明白に支持しているというわけではなく、8月27日付のゲージ総督宛ての手紙で、町の者が自分たちの火薬を取り去ってしまったので、植民地の火薬は倉庫に残っている分だけだと伝えた。ゲージは安全確保のために残っている火薬をボストンに移しておくことに決めた。1775年のボストン包囲戦地図。 パウダーハウスはこの地図の北円近くにある。ボストンは右下の半島部。8月31日、ゲイジはミドルセックス軍保安官のデイビッド・フィップスをブラットルのところに派遣して植民地の火薬を取り去るよう命令を伝えさせた。ブラットルは火薬庫の鍵をフィップスに渡した。ゲイジはその翌日に軍隊が行動を起こす準備をするようにも、 命令を出していたが、これは、植民知人によって気づかれないようにされていた。その日のいずれかの時点で、ゲージの意図か、事故かあるいは伝令による盗みかで、ウィリアム・ブラッドルの手紙が失われた。広く伝えられた説ではその手紙が落とされたということで、ある。手紙の内容がしばたたく間に広がり、多くの者は、愛国者が火薬を確保できる前に火薬を取り去っておく。 幼芸時に警告しているのだと考えた。9月1日の早朝、イギリス軍第4連隊から約260名の正規兵部隊が、ジョージ・マディソン中佐の指揮で密かにボストンからミスティック川を漕ぎ上がり、現在のサマービルにあるウィンターヒル近くの上陸点に向かった。そこからは、マサチューセッツでも最大の火薬量を保管している火薬庫である、 パウダーハウスまで約1マイル行軍した。フィップスがイギリス軍に建物の鍵を渡し、日の出後にすべての火薬を除去した。軍隊の大半は来た道をボストンに戻ったが、小さな集団がケンブリッジに行軍し、2ンの野砲を取ってグレートブリッジやボストンネックを通り陸路ボストンに持ち帰った。この野砲と火薬は、 ボストンからキャッスル島にある当時、ウィリアムメアリー、リデと呼ばれたイギリス軍基地に移された。このイギリス軍の行動についてその日のうちに、いくつかの噂が田園部中に流れた。その噂とは、正規兵が抗軍し、植民地の火薬が押収され、戦争が近づいており、殺された者がおり、ボストンは、イギリス海軍の艦船に砲撃されているという、ものだった。 この継承は遠く、コネチカットまで広がった。地域の全体から、人々が武器を片手に、ボストンの方向に向かい始めた。シュルーズベリーから来た者は、15部の間に50人が、集まり、武装し、周りの町に伝令を送り、ボストンへ向かったと報告した。2日目には、数千の者がケンブリッジに集まって暴力に訴え、ウィリアム・ブラッドルを含め著名なロイヤリストに、 ボストンに逃げ出し軍隊の保護下に入るよう強制した。フィップス法案官は文書で政府のいかなる行動とも関係を断つよう強いられた。最後は噂に真実が追いつき、民兵隊は地元に戻った。二日目にはまた、ボストンの新聞がウィリアム・ブラッドルの手紙を掲載し、その中でゲイジに火薬を除去するよう警告はしていないと抗議していた。ゲイジは ブラッドルに倉庫の保管料について報告を求めたのであり、ブラッドルはそれに答えただけだということだった。ブラッドルのゲージに宛てた手紙は9月5日に掲載されることになった。ブラッドルはボストン包囲戦の間キャッスル島に泊まり、1776年3月にイギリス軍がボストンから撤退した時に自分もそこを離れた。 ブラッドルは1776年10月にノバスコシアのハリファックスで70歳で死んだ。我々を2日間完全に惨めな思いにさせたボストン砲撃の恐ろしい知らせを聞いたとき、大陸の同情と決意双方の証拠を見ることになった。戦争、戦争、戦争が呼びかけであり、ブリトンあるいはローマの演説に対してなされたような調子で宣言された。 これが真実だと分かったならば、アメリカ議会の雷を聞くことになっただろう。ジョン・アダムズ、フィラデルフィアでの第一次大陸会議の反応に関する報告ゲージは、植民地の反応の大きさと範囲に驚き、ウースターの倉庫に向けて計画していた二度目の遠征を遅らせ、最終的には中止した。ボストンに軍隊を集結させ、もし1万名で、 十分と考えるなら二万名を、百万名が十分と考えられるなら二百万名を、結局は、地と財産を救うことになると書いて、ロンドンからの援軍を要請した。しかし、ゲイジの要請は、ロンドンにいる者からは、愚かなものとみなされた。当時イギリスの軍隊は一万二千名に過ぎず、この要請に対しては四百名の海兵隊が送られただけだった。ゲイジはその後も、 火薬の捕獲を計画し始め、また、ボストン半島の守りを、さらに強化させた。火薬継承後、ニューイングランド中の民兵隊はその物資について、より慎重になり、ゲージの作戦やイギリス軍の動きについてより多くの、情報を集めようとするようになった。ポール・リビアは、そのボストンにある地理的な位置づけ、あらゆる階級のものと接触できる。 中流階級の職人としての社会的地位、及びよく知られた愛国者の宣伝担当と組織、担当者としての政治的地位のゆえに、これら情報を配布することに、重要な役割を演じた。1774年9月21日、愛国者の指導者たちが、ウースターで開始、民兵の3分の1を常に行動できるように、ミニットマンの特別中隊に編成するために、 タウンミーティングを開くよう促した。これには急行する機種と警報の仕組みも作り、それが歴新ントンとコンコードで重要な役割を果たした。10月、マサチューセッツの元議員たちが、マサチューセッツ統治法に反抗して、集会を開き、その集会自体を、最初の植民地議会だと宣伝した。この議会が、イングランド内戦の時に作られたものに倣って、 安全委員会を創設し、民兵の4分の1は、ミニットマンに指定されることを推奨した。軍事物資は、海岸から離れたところに蓄えられ、その応酬を難しくさせた。中でも、大きな備蓄所は、コンコードとウースターに置かれた。12月初旬、イギリス軍式層は、武器と火薬を、北、アメリカに輸出することを禁じ。 残っている物資をすべて確保することに決めた。12月12日、ニューハンプシャー植民地のポーツマスにある、ウィリアムメアリー砦の応酬が差し迫っているという情報が、ポール・リビアによってもたらされた。リビアは翌日ボストンからポーツマスまで馬で向かって、地元の愛国者たちに知らせ、愛国者たちは14日に砦を襲撃して、その物資を移動させた。 リビアの情報は正しいものではなかった。イギリス軍は作戦を検討していたが、命令は出ていなかった。最終的に、イギリス軍は船に部隊を乗せて、ポーツマスに送ったが、この前の出来事よりもずっと後に到着することになった。最初の船は17日に到着し、地元の愛国者水先案内人から、満潮の時に浅瀬に行くよう指示され、これが、 船長の怒りを買うことになった。火薬の保管物は通常、ロイヤリストからは国王の火薬と呼ばれ、愛国者たちからは民兵の火薬と呼ばれていた。この火薬は、ロードアイランド植民地のニューポートやプロビデンス、またコネチカット植民地のニューロンドンの砦からも運び出され、海岸から離れた町の民兵隊に配分された。大砲など、他の軍需物資は、ボストンや、 チャールズタウンからこっそり持ち出された。1775年2月27日、イギリス海軍の HMS ライブリーが、アレクサンダー・レスリー大佐の指揮で、第64連隊の正規兵、約240名を運び、セーラムで武器を押収しようとした。この部隊はその経路にあった羽橋を引き上げた小さな、 群衆によって止められて、ヤジを浴び、一方他の住民は大砲を安全な場所に移動させて、近くの町に救援を頼む伝言を送った。最後は、跳ね橋が下ろされ、イギリス軍政機兵は、大砲があったはずの中造所を捜索することを、認められた。この部隊は増え続ける。非正機兵が横並びに行軍する中で、あざけられながら、船に戻った。小さなもみ合いは起こったが、 発砲までには至らなかった。ありがとうございます。